あの夏、僕らは冒険に出かけた。小さなリュックに大きな勇気を詰め込んで。夏の北海道で、スバルとしずくは一人ぼっちのウルルに出会った。狼だって。そんなわけないし。絶対ウルルだよ。人間のせいで怪我をした野生動物たちが北海道中から運ばれてくるの。それを直してあげるのがお父さんの仕事。ウルルのお母さんはどうしてるんだろう。ホロ消しにいるさ、きっと。ホロ消し？狼の国だ。ウルルは狼の可能性が高いことが分かったんですが。エゾオオカミよ。絶滅したはずのオオカミ。このサンプル一番が滅びたら、あなたが本当に最後のオオカミを絶滅させることになるんですよ。お前、本当にオオカミなのか。お父さんの嘘つき。ウルルを連れ戻してよ。わがまま言うんじゃない。ウルルをお母さんのところに返してあげよう。行かせてやりてんだ。行かせるって、あの子たちだけで？必死に頑張ってんだよ、あいつら。ウルルも子供たちも自分の力で。北海道の大自然がくれたのは奇跡の出会い、そしてさよならのぬくもり。どんなに離れていても家族の絆は奇跡を起こす。ウルル！ウルルの森の物語。